え、文法語法ですね。ここのレベルが上がりますだよね。これドーナツの真ん中穴がある方に向かっていけば、でもこれ辞書によっては載ってないしね、動詞のパーツなんて。本題始まりました、もちチャンネル。さあ今回は慶応大学商学部の問題をね、公表していきたいと思いますね。でどうなったんだっていうわけなんですが、はい、難化しましたよ。だいぶ難しくなったと思いますよ、去年に比べたら。だから去年なんかもう簡単すぎるだろ、こんなん出していいんかいみたいなね、言ってたと思うんですが、レベル上げてきましたね。まあ僕が原因じゃないですよ、ね、コメントに。もういいですが、簡単言うからって、そんなこんなたった一人の人間の言うこと聞くわけないじゃないですか。当然、まあ数字で出てたんでしょう。完全に正答率ではっきりと出てたはずなんで、これはまずいと。さすがに簡単な問題作りすぎたってなったと思いますね。では、それぞれ見ていきます。まあその関係ない人も見てくれているので、まずはその文法語法問題の解説の方からやっていきますね。であとは順番通りに解説していきます。文法語法ですね。ここのレベルが上がりましたよね。最初インデグネーション知らないと無理だよね。怒るね、憤りって言って、でそれが分かんない場合は消去法でやるしかないと思いますね。まあ一応消去法はできると思うんですけどね、文脈ちゃんとあるから。あ、次31ね、これも悩んだでしょう。相当多くの人が悩んだと思いますね。 Negative Implications っていうの、これね Develop ですね。 Develop Negative Implications って、ね、これを持つようになるってやつですね。そう、よろしくない意味。あ、この Implication ね、いつも言うように重要ですから、もう早期2回見てますね。まあ次は Even though でちゃんと文脈があるんで、 Does not make は選べなきゃダメ。33番はもうこれ簡単、シュートの統治ですね。集中、if 省略してシュートマイナス集中 have anything in mind ね。これは絶対できなきゃダメ。次も仮定法ですから it had not been for なんて知ってるから楽勝。次 with their resolute、 あ、これね spirit ね、まあできてほしいですね。メンタルとか選ばないでね、形容詞ですよ。36番は in accordance with、 これは重要、これは授業で何度も出してますね。重要なんですよこういうやつはね。それに合わせるっていうやつね。だからこの合わせるっていうので、あ、なんかコンシステンシー一致してかなとかっていうのを引っ掛けですね。だからコンシステントウィズとかだったらいいんだけどね、インコンシステンシーウィズとは言わないでしょ。はい、まあこの部分ね、聞きたい人が多かったと思ったから大文用を先に出しました。最初の長文ね、あのニューディールの時のね、はい、女性キャビネットの人ね。で何が難しくなったかって言ったら、やっぱ知識問題かな。1の take a new turn はできるけど、あ、2の holding on とかもね悩んだと思うんですよ。こうまあ火事でこう窓からこう飛び降りなきゃいけないみたいな状態で、まさにまあ窓のここのなんか掴んでるっていう可能性もあるし、我慢してたみたいなね、持ちこたえるみたいな意味の hold on と取っても、どちらと取っても選べる問題なんだけど、むずいと思う。3もね、この in no way を選ぶものも、まあ、知識としては知ってるじゃないですか。でも文脈でちゃんとこれ出さなきゃいけないんで難しかったんじゃないの。単なる今までなかったこんなアクシデントだなんていう風に見ることなんかできないんだよ、もっと大きな事件だったんだよこれはっていうね、そういう意味だったわけね。オンダブックスは次はできてほしいですね。ただね、選択肢の表現が難しいと思う。written provision ですね。規定とか条項っていう意味の provision だから。passed by the legislative body とかっていうのは難しいと思いますね。まあ、ブックス自体は問われるから、いろんなパターンで今までも出題されてるんですけど、多義語で出てるんですけど、言い換えが難しかったと思いますね。5は簡単ですね。6、まあこれも簡単だから、ちょっと3で悩むかなと思ったけど、でもまあやっぱ内容値はやっぱり簡単なんですよ、慶応の章って。で、7番も明らかに逆を選べばいいでしょ。8番も選べるし、9も選べますね。やはり内容一致かな、できるのは。で、大問2のこの長文が分かりづらかったんじゃないかなと思います。どうですか、分かりました、このドーナツのモデルね。まあ、10番は普通に考えて、あ、エクシードだろうなっていうのは分かると思うんですよ。でも、ドーナツのモデルの意味が多分分かんないと思うんでね。日本人にとって分かりやすいか、これって思うんですけど、このドーナツの真ん中、穴がある方に向かっていけば、環境とかですね、資源っていうのを大切にする側なんですよ。で、それに対してドーナツの端っこ側の方に向かっていくと、この利益とか経済とかっていうのを重視するわけですね。だから端っこ側にね、向かっていけば行くほど利益追求で環境のことを無視しちゃうっていう、そういう比喩なんですよ。わかるこれって思ったけどね。はい、11番は resources と合うのが regenerate ですね。retrieve resources とはやっぱ言わない。で、12は burst なんて、こんなんさ、まあ、選べますよ。選択肢でも。
でもこれ辞書によっては載ってないしね、動詞のバーストなんて。わかるじゃないですか、推測できますよね。当然プロデュースの意味なんだけど、生むとか引き起こすの。でもうーんって思ったけどね。で13番は Liberating ですね。 Liberating Realization っていうのを知らなくても、まあプラスの意味だろうなっていうので 3,4 は切れるかなって思いますね。で14番ですね、 Needs to be written、ね、まあこれもいけるでしょう。 Planet and People っていうのね、言い換え面白かったよ、確か Humanity とかじゃなかったっけ、本文は。なんか面白いなって思った。で15番、まあこれも消去法かな。でこれがあのドーナっていうのが分かってればすぐいけるんだけど、こうドーナツ分かってないと難しい。だ真ん中側の方だとお金ないんですよ、環境には優しいけどね。で反対側に行くとお金は持ってるけど、そのリソースをいっぱい使っちゃってるっていう、ね、そういうやつです。あディグロースのやつはなんかね、最終段落見てすぐ分かるよね。消去法でやっていくのかなって思って消してったら、あ、ちゃんと書いてあるって思って。で、次は not necessarily linked with っていう、こう書き方がね、なんだこの書き方って思うよね。消去法でやるのかなと思いきや、消去法とかいらないわけですよね、これね。簡単な問題でした。18はできるし、19も、うん、できますね、はい。で、はい、3つ目、あ、ダーウィンのやつですね。最初は、はい、20に入れるもの、まあこれは3、4はいけると思った。次は disputes は、まあ後ろに stressful interaction with other people とかって書いてあるからね。で22も文脈で ordinary いける。次が mercantile っていうのは、まあマーチャンと書かれてますからね、商品のマーチャンダイスとかね、ありますからね、そこからいけるし。まあ24もいけますね。これ読みづらかったって人が結構いたんだけど、そんなに読みづらいですかね。2個目の方は読みづらいと思ったけどな。25もいけるでしょ、文脈。あ、26は難しかったかな。ペットセオリーね、持論とかっていうのね、ノット問題だったしね。27は大丈夫かな。28も多さはどれか。あ、ちょっと29の題名は難しいと思った。うん、だから悩む問題はあるかなと思いましたね。本文はちゃんとね、掴んでればいいんだけどね。ダーウィン、最終的には、まあ、植物学者みたいなやつだけど、実は進化論とかね、ああいうものが見て取れたと、その研究にもってやつですね。で、次、はい。大問5ですね。どうだったですかね、これね。まず最初が Chronicles ね。まあ、名詞で知ってる人も多いかもしれませんが、動詞で年代順に記録するってやつですね。なんかこう、決定づけたみたいな感じで Conclude とか選ばないように。38はできなきゃいけないですね。All of the above なんていうのは、これも基本中の基本。で、39、Take off ね。これもよくありますね。ウィンとね。あ、Take aback ね。これも出てくることありますので、この、驚かすってやつね。受け身で2番登場することあるので知っておいてください。40番は Hostile は大丈夫だったと思います。ね、女性のサッカーに反対だったわけじゃないですか。エイリアン選ばないでね、なんか知らなかったとか知ってるでしょ、これサッカー協会みたいなやつでしょ、だって知らないわけないでしょ。あ、41番いい問題ですね。こういう文脈でね、ちゃんとコンペティションっていうのは選べてほしいですね。きちんと後ろにね、で男性がね、女性サッカーの方が人気出ちゃうんじゃないのっていう心配してたってとこから分かるはず。で次は persuade人 to do ですね、ちゃんと語法で正解を選べなきゃいけないってですね。1番の partain とかもね、一応知っといてくださいね、この関係するってですね。43番は eliminate possibility だから楽勝ですね。なんでこの問題は、うん、全部取れてほしいかなっていう問題ですね。続いて、まあこれは簡単だったと思いますね。はい。まあメイントピックじゃねえんだけどね。そう、結婚っていうのはね、っていうのはロマンスだけじゃダメなんだよ。と、忍耐っていうのが必要で。その忍耐っていうのもね、こういう意味じゃなくてっていうのが面白かったね。45番、これサマライズになるって思ったけどね。まあ、消去法でやって2しかないんだけど、でもむずいよね。そうって思った。後ろの方はメインじゃないですか。It might be difficult to confront っていうのは、ここは、うん、バッチリだけど。Set you free まで言ってっかなと思いましたね、これね。46、あ、まあこれ except なんでめんどくさいですけど、できてほしいかなって思いますね。短いワードの中にバシッとね。言いたいことを詰め込んで言うのがコツだみたいなね。よしならば、あ、ビシャス最高ね。はい、これもね、ね、和製語の授業でもやりましたし、河合塾の授業でも図書いて説明しましたね。この悪循環ですよ。チキン&エッグディレマ。難しいです、これね。なんかバッチリ書いてくれてないじゃんね。まあ、消去法で3しかないけどさ。なんかね、力、お金ある人がこう搾取してるのか、搾取をしてる人がお金や力がある人なのかみたいなね。どっちが先だみたいな感じの話でしたよね。続いて、大問の7ですね。これは全問できなきゃダメ。絶対できなきゃダメですね。簡単ですね。A の分子構文でミーニング選んで、次は interpreted through でしょ。B opposed to のこの opposed to ね。これはもうしょっちゅう言いますね。これね、授業でね。めっちゃ出るから opposed to。で、result in も基本中の基本だし、cause 何々 to do の形も基本で、ここ分子構文ですから、ポーズングにしなきゃいけない。続いて8番ですね。これも絶対できなきゃいけない。最初全問正解しないともいいですね。
去年は全問正解難しかったけど、今年はできるはずです。ファンデーションアンダーライン。このね、アンダーラインっていうのもめっちゃ出るんだっていうのもこれ去年言いましたよね。総計めっちゃ出ます。アナリシス。はい、これも書けるようにしなきゃいけないんですよ。で、複数形のアナリシーズとかもね、重要です。これも授業で説明しますね。で、次のエラー。これは大丈夫ですよ。トライアルンドエラーですね。そもそもまあ、選択肢にこうね、エラー、アーって呼んだりもしますけど、が、時点で、あ、もうエラー出てくんだなって思いましたけどね。で、次はアソシエーションズ。はい、ベリアスありますからちゃんと複数形にしてくださいね。で、エクスポージャー2。はい、これもめっちゃ重要。エクスポーズはなんか知らんけど、めちゃくちゃよく出るんですよね。2と相性がいいっていうのが。で、次はフューズの名詞形だからフュージョンですね。はい、これは楽勝ですね。絶対全問正解できなきゃいけないという感じでした。はい。どうだったでしょうか？きちんと正解選べましたか？重要なのいっぱいありましたよ。ということでした。まあ、全体的には去年より難しくなってるなと思います。ただやっぱり、まだまだ他の学部と比べたら、設問選択肢の引っ掛けがいやらしくないっていう感じだと思いますね。総計の中では。はい。でもまあ、正答率は去年よりだいぶ下がるんじゃないかなという印象でした。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.